です。お願いいたします。こんにちは。こんにちは。福島から来ました橋本明と申します。ちょっとすいません、太陽まぶしくて、あのカフカじゃないんですけど、ちょっと帽子ごめんなさい、ちょっと目が悪いもので、すいません。今日はこのような冗談で私ごときが話をするなんて夢にも思ってもいませんでした。しかも3年前には遠く神のような存在の方々がのお話をいっぱい聞いていた中で、そういう感じでこういう座にいるなんては、本当私恐れ多い感じで今立っています。自分のことをちょっと喋って、1986年のチェルノブイリ原発事故、当時のニュースなんて全然記憶になく、社会に対する関心も薄かったような私で、何の危機感も情勢も知ろうとすらしなかったように思います。でも私は中学生の頃から一行日記もどきをつけていたので、一応何か記録があるか探してみました。4月26日土曜日、友引き曇り、10時間の仕事をして足腰が痛い。27日、桜が終盤となり寂しい時とあるだけでした。でも5月1日、戦勝、晴れのち曇り、ソ連の原発事故のせいか、夕べよりかなり冷え込む、朝夕こたつが欲しいと書いてあり、私なりに驚き、ちょっとは世界情勢を考えていたようでした。それで自分でちょっと安心しました。やはり記憶というものは薄れゆくものだし、やはり我が身に起こらないと忘れていくものだということをつくづく思いました。話はちょっと変わりますが、私の父親は大変な大酒飲みでした。毎晩の晩酌は当たり前、たまに外へ飲みに行くと決まって大きな声で軍歌を歌って帰ってきました。軍歌特集の LP レコードをよく聞いて泣き伏せっていました。悲惨な戦争体験で多くの犠牲者、恐怖、飢えを思い出していたのだと思います。軍国少年がそのまま年老いていた人生を送ったような父でした。国や政府が言うことに関しても物申すなんてはとんでもないことだとよく言っていたし、それらを聞いていた私は、若い時の私は、今はそれなりにちょっと年老いました、なんかそう若い時はそんなもんだと思ってただ聞いていました。でも今こういうことになって、今父が生きていたら、このありさまは何だ、このまま黙ってていいのかとか大喧嘩になり、親子断絶になると思います。でも私の子供がアトピー性皮膚炎で生まれてから、やっと社会的な問題に関心がいき、食品添加物、地球環境とかに関心が広まり、やっと原発に行き着いた次第でした。その頃から原発、沖縄、憲法などの勉強会やらデモやらがあると、せっせと出かけて学びました。私は大きなことは言えないし、大きなことも書けません。しかし戦争と原発はいらないと大きな声で言えるし書けます。大井原発が出た時に克服という言葉が出て、私はとても新鮮な喜びを感じました。豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが克服であり、これを取り戻せなくなることが克服の喪失だ。まさしく今福島は克服の喪失の真っただ中にあると思います。田中正造さんの言う、山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし、これこそ政府官僚に今必須科目として学んでほしいことだと、それは私大きな声で言いたいと思います。それで今の子どもたちに教えるのが、私宗教とかいろんなあれではないんですけども、愛国心ってあんまり使いたくない言葉なんですけども、今の子どもたちにこういう田中正造さんの言うことを、やはり一番日本の人間の基本だっていうことを教える時期じゃないかと思います。今生きている源の土、水、空気等が壊され続けていますが、今壊さなければならないのは日本政府の言う嘘、ごまかし、脅しです。これによって今や福島ばかりではなく日本全体を汚し続け、30年後とか金目とか欲も抜け抜けと言えるもんだといらぬ関心さえ出てきてしまいます。原発か再生エネルギーかと論争が起きていますが、電気なしの生活はできないが、自分は消費を抑える力、知恵、工夫はあるよっていう人はかなりいると思います。
そしてどう考えても原発はいらないんだと結論が出るはずです。その証拠に100万ドルの夜景と言われている東京、原発なしで成り立っていますからね。最後に、私のような何の知識も学識もないものが、単に原発はとてつもなく怖いもの、単純にそういうふうにしか思ってないものなんですけども、こういう場に立つなんて世も末に思いますし、大変な危機にあることと思います。3年半過ぎても東京電力福島第一原発の事故事件がもたらしているこの様をもっともっと広げ、原発再稼働なんてとんでもないと諦めずにつながっていきましょう。楠本亜紀さん以外にも福島からもたくさん、木田節子さんいらっしゃってますか？来てくださってると思います。ありがとうございます。次のスピーカー